ず独裁者になる。イギリスの保守と日本の保守が違うのは当たり前なんですよね。革新の人間というのは傲慢、保守とは書いて字の通り、保ち守る思想。がアップされる頃には衆議院の東京15区の補選終わってるかどうかちょっと分かりませんが、日本保守党からはイスラム学者の飯山あかりさんが出馬されるということで、今現在3月18日なんですけれども、毎日のように東京15区江東区で百田先生とご一緒に凱旋をされているようですが、お疲れ様です。私は X 上でも公言してますし、まあ、YouTube でも公言してるんですが、日本保守党の熱烈な支持者です。でここでですね、一つ保守とは革新とはということについて少しお話ししてみたいと思います。 YouTube 始めた初期の頃にもですね、そういったテーマの動画撮ったような気がするんですけれども、まあいいでしょう、 YouTube ですからかぶっても。ずっと、まあ、私政治思想なんかに関心を持った高校生の頃から、保守と革新だとか、別に方したら保守とリベラルだとかですね、右翼左翼ということについて、定義はなんじゃらほいということでですね、いろいろまだ10代から20代前半っていうのはこのことよく知ってませんし分かってませんから、いろいろ読んでみたり勉強したり考えたりしたんですけど、当時はなかなかこれだっていう定義を見つけることができなかったんですね。今は私の中でははっきりしています。保守とは書いて字の通り、保ち守る思想なんですね。革新っていうのは現状を改めて新しくするということなんです。革命っていうのはそうですね、命ってこれ天命のことですけれども、ここで言う命というのはですね、天がある人物だったり政権にお前にこの政治を任せるっていうのはこれ 命なんですけど、だから革命というのは命を改める、要するに政権を変えるということなんですね。ということでですね、今の説明聞いて何なのよって話になっちゃうわけですね。普通はそれをですね、角度を変えて言うとですね、保守というか保守主義者の態度っていうのは基本的には謙虚を旨とするんですね。革新の人間というのは傲慢なんですよね。私が至った結論では、これについて少しお話をさせていただきたいと思います。保守というのは私が定義したわけではなくて、保ち守るものという、どういうことかというとですね、人間有史以来3000年近くですね、エジプトやメソポタミアの頃から言って、まあ、中国も3000年、あれ4000年の歴史とか言ってますけど、実際3000年ぐらいですけどね、まあ、歴史があるとして3000年人類の文明文化が発生してですね、歴史が記されるようになって3000年、その間にいろんな失敗人間はしてきました。国家レベル、民族レベルでは戦争をしたり、お互いに滅ぼし合ったりとかですね。だから人間っていうのはそもそも一人一人はとっても愚かなものだ、集団になっても基本的には愚かなものだと。でも何千年の間に生まれて死んだ人間積み重ねていくか、何百億人という人間が失敗を積み重ねながら、少なくとも昨日よりは今日、今日よりは明日、10年後100年後には少しずつ良くなっていってるはずだと、少しずつ積み重ねていってやっていきましょうと。でやっていいと思ってやったことも人間は愚かだからやっぱり失敗だったということもある。でもそれはじゃあまたそこを反省してやり直そうというんで、少しずつ積み上げていったこの歴史の蓄積の結果今日がある。だからこそ古くから残っているものっていうのはそんなに間違ったことではない、より正しい方向に近いものじゃないかということで、保っていきましょう、守っていきましょうというのが保守の思想なんですね。だから保守っていうのは全く何も変えないっていうものではないんですね。ゆっくりと過去の知恵を積み上げて、これからもみんなで知恵を出し合って、過去のものを基本守りながら改善していきましょうっていうのが保守なんですね。それが私の言う謙虚な姿勢なわけですよ。それに対して革新っていうのはですね、傲慢なわけですね。そういった過去の積み重ねっていうものを認めずに、古いものは間違ってるはずだと。だからこれから新しいものでバサッと変えていこうっていうのが革新なんですけれども、これは私からすると非常に傲慢な姿勢なわけですよ。さっきも言いましたように、数千年の間にですね、積み上げればですね、何十億、何百億という人間がこの世に生まれては死に、失敗もし成功もし、それを積み重ねた。できて今日があるのにですね、その革新主義者のですね、たった一人自分の頭の中で考えたこと、学びもしたかもしれませんが、で自分が正しいと思っていることが絶対正しいから変えなければいけない、そうしなければいけないっていうのは非常に傲慢な思想ですよね。何百億人の誰よりも、歴史上の誰よりも自分は優れている、優秀である、だから自分の言うことは正しい、
自分が思うように世の中を変えなければいけないっていうのは、こんなに傲慢な姿勢はないと思うんですよね。だからそこから私に言わせてみればですね、だからその左の連中がですね、作った政権って必ず独裁者になるじゃないですか。もう古くはフランス革命のロベスピエールも独裁者になりました。政敵はみんなギロチンを、近くはマルクス・レーニン、あとレーニンもそうでしたし、共産主義ですね、共産主義、マルクス・レーニン主義、共産主義のマルクスは本書いてもらいましたけども、ロシア革命を成し遂げたレーニン、その後を引き継いだスターリン、どちらも独裁者となったし、当時の冷戦時代の東側諸国はみんな独裁者ですよね。今現在お隣の中国共産党の指導者習近平、これに勝る独裁者はないですよね。必ず革新、左巻きっていうのは独裁に陥ります。だって自分の言ってることが一番正しいと思ってるわけですから。ちょっと前 の一神教の話じゃないんですけれども、絶対に独善主義に陥るわけです。保守というのはそうではなくて、謙虚して過去の積み上げを守りつつ、少しずつ知恵を出し合おうという、そういう考えだったわけですね。そんなことをですね、関連したポスト、和島の旧ツイッター時代の本垢で、バンされちゃった本垢で言ってたら、世の中にはね、バカな人もいるんですよね。そんなの保守じゃないとか言ってくる人いるんですけど、今アメリカではイギリスではなくてこう起きてるわけですね。そういう人って保守の自身をですね、理解してないですね。保ち守るものっていうのは、その国だとか、その民族だとか、その文化集団によって違うわけですよ。日本人にとっての保守とイギリス人にとっての保守って守るもの違うんだから、イギリスの保守と日本の保守が違うのは当たり前なんですよね。インドにとっての保守と違うだろうし、世界中で保守は一つだとかですね、そんなのは世界で見たら保守じゃないなっていう考え方自身がですね、理解不足というか無知、無理解と私は思いますね。リベラルって言葉もね、その国によって全部違いますから、歴史的背景、あとその国の成り立ちによってですね、変わってきてます。もともとリベラルっていうのはどっちかってアメリカではですね、日本でいうと保守に近い思想なんですよね。ちなみに英語のリベラリズムっていうのは、アメリカでジョン・ドールズという政治哲学者が書いた本の題名だったのかな、確か。彼の思想、簡単に言うと、人間というのは誰かに抑圧されてもいけないし、みんな自己実現ができる社会であるべきだと。でもそのためにはですね、生活が苦しかったりだとか、そういったことがあると自由を追求することもできない。なので政府は最低限個人一人一人の尊厳が保てるだけのサポートをしなければいけないっていうような考え方だったはずなんですね。昔ちらっと読んだ時にはそうだったはずなんだけど、そこがリベラリズムの原点なんですけれども、逆に言うとロールズ自身はアメリカですもん、個人主義、自由主義ですからね。個人が自由であるためには、一定程度政府がそれこそ生活の面倒を見なきゃいけないだろうというのは、そういった社会保障なんかの考えにつながっていくわけなんですけれども、日本のリベラリズムってちょっと違いますよね。なんか反政府みたいなリベラリズムって理解されちゃってますよね。というようなことがですね、私が保守と革新について抱いている理解であり、解説です。おっと、誰か来たみたいな。今日はここまでにしとこう。続きはまた。